どうぞれです。はい、ということで、本日もですね、こちら、クラロワリーグイーストから、ピックアップの注目の試合、お送りしていきたいと思うんですけれども、今日は日本のチーム、ポノスでございます。ポノスはね、前回、リーグを1位で走っている WEDGM に勝利いたしまして、なんと今回、2位のね、キークスも強敵続きでございますが、キークスとの対決でした。ポノスは1セット目ね、キングオブザヒルギリギリのところで、落としてしまいまして、2セット目、トリプルドラフト、なんとテンゴット選手がまたもや、勝利してくれました。もうテンゴット選手のね、今回のこの安定感と、トリプルドラフト強敵に対してもね、勝っていったというところで、もう本当大分の星ですね。テンゴット選手同じ、大分出身なんですごい応援しているんですけれども、そして任されました、KK 選手のワンオンワンでございます。まあ、キックスはね、本当に、どの選手ももうラスボスしかいない、感じのチームなんですけれども、もう特に最後の試合ですかね、 KK 選手、もう本当に本当にこれもう一発食らったら終わるっていうシーンで、ホグライダークエイクに対してね、トルネードとゴブゴヤをうまく使いながら、ダメージを最小限に抑えていきます。こちらね、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。大事な大事な一戦だと思う。ウィーク4マッチ24セット3 1v1 のゲーム1です。先に動いていったのはベンザー選手、リガーとウォールブレイカ ー、ここはダークプリンスで抑えてきました。 KK 選手、そして今のダークプリンスもかなりシビアなんですが、しっかり落ち着いて決めてきました、はい、さあそして KK 選手はスパーキーですね。これはゴブジャイスパーキーですかね。ゴブジャイつけていきました。さあここはザップで一旦動きを止めてからのミニペッカーで受けていきます、ベンザー選手。ただしオブジェがタワーにダメージを入れています。こうなりますとちょっとこのウォールブレイカーですね、はい、ウォールブレイカーに対して出せるカードがあまり多くはないので、結局ここはやはり先手踏まえますとちょっとウォールブレイカーセパレートを気をつけつつ、どこかしらで無視して、はい、スパーキーを決めに行きたいような印象は受けられますね。かなり早い段階でスパーキーと持ち合い見せていったのは、もうやはり受け続けると苦しくなっていくからっていうような。そうですね、かなり受け続けると苦しいですし、はい、やはり自分から攻めに行かないとそのベンザー選手のデッキ回転が早いので、はい、押され負けるっていう可能性が終盤にありますので、早めから仕掛けていくのはとてもいいと思います。さあマスケットが先行する形となりました。そして、スパーキーにはメガナイトで受けています、ベンザー選手。おお、もう攻めに来ましたね。そうですね、ゴブジャイとミニペッカーで攻めの形を作っていきます。対するベンザー選手はミニペッカー、そしてマスケット重視、ローリングバーバリアン、大盛りも追加しています。そうですね、かなりしっかりとした防衛を、はい、やってきましたね。いやー、そして右サイドはディガーも加えて、左サイドにはウォールブレイカーです。うー、ダークプリンス届かない、もしちょっとずれてしまいましたね。はい、ですけどもまだまだ、はい、このスパーキーデッキは防衛しながらワンチャンスがありますので、はい、それとはかなり出てきました ね、 ダークプリンスはダメージを稼いできました。ゴブジャイで釣ってきますね。うーん、そしてそのメガナイトはスパーキーで打ち抜いていきます。ですがこれ右下のタワーが、いやー、右下のタワーがウォールブレイカーとディガによって折られてしまいました。ただし、うん、左上のタワーも折り切っている。気づいたら折れてましたね。今ちょっとまたなんか遅延というかありましたね。そうですね。さあオーバータイムに入っています。こうなりますと、はい、左側にスパーキー流していくだけで相手のディガー、ウォールブレイカーなどを守ることができますので、はい、左側で形を作ってきますね。もうウォールブレイカー無視ですね。そうですね。さあまずはスパーキーをどのように処理していくか注目です、ベンザー選手。このマスケットも徹底的に無視していきます。そうですね、もうこうなると無視した方が取り早いですかね。はい、ザップで一旦動きを止めてからのミニペッカで
スパークを処理してきました、ベンザー選手。これはもう、キングダム無視で、左に形を結構作ってはいるんですけども、なかなかベンザー選手がそのボールに硬いですね。はい、そうですね。こうもうそろそろウォールブレイカーの罰も重たくなってきます。ミニペッカ使ったのを見て右サイドにこの形作ってきました。いやそしたらし目がないとアスクエイクとゴムジャイでどれだけのダメージを出せるか。いやかなりダメージ入っている。そしてこの右サイドのやつを増やすといいますか、まあ、この右サイドのカウンターは、はい、スパーキーだけで守ることが可能ですので。ただ角出しのウォールブレイカーがどうなるか。そして一発入ってしまう。なんとか阻止したいところ。 KK 選手まずはマスケット重視です。対するベンザー選手はホバリング砲。さあディガーを当ててきましたが、そこは読んでいったとばかりにミニペッカ出していきます。 KK 選手反応早いですね。今のはかなりコウモリだけで対処できるかなと考えたんですけども、安全に安全化されて見つけてきました。 そして8枚エスパーキーです。これはゴブゴヤしか受けられないので、これお、ザップで、あちょっと早かったですね、ザップが。少しタイミングがずれてしまったか。今のは KK 選手、相手の最初のカード3枚で相手のデッキを把握しての8枚スパーキーでしたね。なるほど。あれですね、良い子の皆さん真似できないプレイングですね。さあここで一旦互い落ち着いた形ですが、ゴブジャイを展開していきます。対してベンザー選手はラバフンドですね。はい、ラバフンドなんですけども、ゴブジャイスパーキーデッキとしましては、はい、こうスパーキーで形を作っていくんですけども、スパーキーの周りにバーバリアン囲むことができますので、はい、それだけをなんとか避けていきたいですね。ただベンザー選手受けませんね。これはスパーキーの周りに、バーバリアン出していきますが、ゴブジャイだけでタワーが折れそうです。そうですね、今のはかなりお互いが攻めるのか守るのか迷うところなんですが、はっきり示していった KK 選手が一本取りましたね。まずは KK 選手が一本取りましたタワー。さあここはゴブジャイ受けに使っていきます。いや、この受け判断はさすがですね。今度ダメージを左側受けずに抑えました KK 選手。そして角からスパーキー、はい、相手にこのスパーキー側に空のユニットを咲かせて、右側をフリーでマスケット重視で防衛していくといった。そしてカリ2発打ち込んできましたキングタワー。残り1365まで譲られていますベンザー選手。まずはタワーを1本折らないといけません。ベンザー選手は8枚からユニット展開していきますが、ここもゴブジャイで受けられて、攻めが届かない。まもなく本日の最終戦です。さあお互い慎重な立ち上がりになりました。ほぼ同時にゴブヤと、ホグライダー出てきましたね。ホグライダーに対してはトルネードキング起動しています KK 選手。はい、となりますとこれはお互いのデッキかなり見えてきましたね。 KK 選手は、はい、スケルトンラッシュ、そしてスケルトンラッシュですね。そしてそれに対してベンザー選手は、はい、勝ち抜き戦で見せた巨大スケルトンのホグライダーデッキかなっていうのはかなり予想できます。デッキの相性としてはどうですか。微妙と言いますか、はい、ちょっと相性では判断できない感じですね、はい、巨大スケルトンデッキの方は相手の端前から繋いでくるスケルトンラッシュの攻めに対して、
はい、足の間を抑えれますし、そしてヤリゴブリン、先ほども言った4コストの働きをするであろうヤリゴブリンがそうでしたありますので、はい、かなり経験選手としては悩まされるようなですが、さあベビードラゴンに加えてスケルトンラッシュ打っていきました。エレクトロウィザードはローリングバーバリアも加えて処理しています。さあスケルトンラッシュのダメージかなり入っていますね。そうですね、かなり入ってましたが、なんとか守りきったって感じですかね。はい、対する返しでフグライダー知らせていきますが、ここはトルネードで一発に抑えます。先ほどのスケルトンラッシュのタイミング、ちょっとベンザー選手からしますと、はい、クエイクの打ったタイミングと被っていましたので、はい、ちょっとそういう部分では、もっと削られてもおかしくなかったかなとは。うーん。けども、最低限の防衛してきましたね。さあ、キョスケ登場しました。さあ、ここ、足前で作ってきそうですが、出さないと。ないと。そして、ローリングバーバリアン。押さえてきます。あー、うまいですね。ローリングババリアンでターゲット取りつつ、ロケット方針も処理しました。さあユニットは処理しきりました。ただしホグライダー、ここはゴブリンの小屋です。ここはクエイクで左側のタワーと一緒に持ってかれない位置として、最低限の位置として置いてきましたね、はい、さあもう一周キョスケが回ってきました。今度はどのような対応するか。トルネードですってローリングババリアン、ここもキョスケを橋のあたりで落とします。そうですね、ですけどもエレクトロウィザードもかなりいい働きでして、しっかり橋の上で止めるんですね、はい、さあアスクリフ打ち込んでいきますが、これはスケルトンラッシュ繋いできそうですね。はい、ダメージほとんど同じ状態です。はい、ですけどもまあヤリゴブリンがいますのでポイズンを当たる。はい、エレクトロウィザード出していきますが、KK 選手がダメージリードを上回り、ダメージリードを奪いました。そうですね、ですけどもまだホグライダークウェイクで、はい、特にゴブ小屋ですね、ゴブリンの小屋が突破されてしまいますとまだまだ分かりませんので、ちょっとここからはお互い油断できないです。さあロケット奉仕の破裂ダメージが地味にタワーに入っています。さあそしてここでゴブ小屋を裂いてしまいました。そして破裂で持ってかれましたので、ホグライダーを守れるか。このホグライダーをどうするか。トルネードで吸って、なんとか抑え込みました。そうですね、これ右のタワーもかなり削れていますので、はい、スケルトンラッシュはどっちのサイドに振ってもいいですね。ベンザー選手としては両方ケアしながら攻めなければいけません。はい。次はここも最後の決死の攻めですかね、ベンザー選手。さあここはアースクイックも加えて決死の攻めですが、トルネードですってゴブリンの小屋。うまい。ただしキョスケも次のキョスケ回っています。ここはナイトで受け止めます。いやー、ミニペッカで挟んでいきますかさあミニペッカ、そしてホグライダーですが、ここはアースクイックからずらしてゴブリンの小屋立てていきました。そして満を持してスケルトンラッシュ、ポイズンも加えてロケット放射をまず処理します。そして攻めのトルネードですね。さあダメージが入っていく。勝利するのは残りタイブレカルールなりそうですかね。はい、もうロケット放射のダメージすらも入れたくありません。さあただポイズン最後打ち込んで KK 戦勝利。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね、ポノスもう KK 選手ほんとお見事ですね。前回も3立てで、ポノスを勝利に導いたんですけれども、今回もね、キングオブザヒルで2勝して、さらに、1-on-1でも、しっかり強敵、キックス相手に勝利を、収めましたよ。本当にね、KK 選手の仕上がりっぷりが半端ないですね。このままプレイオフも本当に頑張ってほしいと思うんですけれども、明日ね、クラロワリーグは最終戦でございます。最終日、レギュラーシーズン最終日で、その後、プレーオフが始まるわけなんですけれども、順位表を見るとですね、1位から4位のチームが4勝2敗で、5位から8位のチームが2勝4敗となっておりまして、これ順位がもうひっくり返らないですね。だから上位4チームが、決まった形となりました。今日の、試合をもってですね、WEGGM、KX、ファブゲーミング、TTG が、上位4チームとして、進出するというところで、今回のこのプレーオフのトーナメントは上位4チームがかなり有利になるので、ここ
の4チームの中から1チームが、ね、優勝がかなり濃厚ではあるんですけれども、下位4チームからもね、もちろんチャンスはありますので、まあ、どのチームも本当に頑張ってほしいなというところでプレーオフも目が離せません。そして、明日のね、試合、明日の試合じゃない、今日だごめんなさい、この動画が上がるの僕試合が終わってすぐ今撮ってるんですけれども、ね、この動画上がるのは多分日曜日なので、今日の、18時からね、生放送でまた試合がございますので、私解説で、やらせていただきますので、ぜひ皆さん見に来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。